レオポルト・フォン・ランケ、レオポルト・フォン・ランケ、レオポルト・フォン・ランケ、1795年12月21日、初仮説、ありから1886年5月23日は、19世紀、ドイツの指導的歴史家。実証主義に基づき、資料批判による科学的な歴史学を確立した。ランケ以前の歴史研究者を、歴史家以降の歴史研究者を、 歴史学者と呼ぶように、ランケの業績は歴史学の活気となった。また、教育面では演習、ゼミナールを重視した。それは、事実いかにあったのかを探求する実証主義的な研究法と教育方法は、ドイツ国内のみならずイギリス、アメリカ、フランス、日本等の歴史学に大きな影響を与えた。1795年12月21日に、 ザクセン選定広告中林元地方 BA に代々ルター派の牧師の家に生まれる。長次でライプツヒ大学に入学して古典と進学を研究した。この時期に中世の資料講読法を習得した。1818 18年フランクフルトアンデア・オーデルのギムナジウムの教師となる。1825年にベルリン大学史学科助教授。1834年に 同大学教授となる。1865年に貴族に列せられる。1886年5月23日ベルリンで89歳で、没した。ランケは、聖火から影響された経験なるターハプロテスタントに、フィヒテの理想主義と、ゲーテの人間性の哲学を統合し、独自の歴史哲学を構築していった。また、他方では、十八世紀の世界史観に、人間及び、 社会の個性と有機的な発展というロマン主義の原理をつなぎ合わせていった。ランケ史学は従来の啓蒙主義から派生した教訓的、実用的歴史学に対する批判に特徴がある。ランケはあくまでも実際の事物がどのようなものであったかを発見しようと努めた。ランケの諸女作であるラテン及びゲルマン諸民族の歴史ご指示下であるオマニスケンウンと ゲルマニション・ボールカー本1494ビス1 5 1 4 1514 15年で、執筆は中断された。1824年に、交換には、すでに以上のような歴史的思考法によって、ラテン、ゲルマン諸民族の西ヨーロッパにおける共同体の、形成や、キリスト教と人文主義の文化価値の統合、キリスト教的神の世界史における影響などが余す。 ことなく記述されている。この処女論文は、彼の囲碁の歴史学を規定するとともに、ベルリン大学での50年間の教育活動への道を切り開いたものであった。ランケは、人物の性格研究に優れていた。特に初期の著作である、ローマ教皇誌、ダイルーマションパプストインディエヌ、レッドソンビアジャフンダートン、1834年から1836年において顕著である。 彼は、近代ヨーロッパ社会の基軸を、教会と国家の関係の変化の中に見出していった。ランケが記した、諸国民史、プロイセン史旧館ネウンビューカープロイセシャーご死した、1847年から1848年、フランス史、フランゾシッシュご死した、ボーニムリック・イム・セッチゼ・クントン・ウント・シエブ・ゼクントン、ヤーフンダート、1852年から1861年、 イギリス史、アンリシャコシした、ボーニムリック・イム・セッチゼクントン・ウント、シエブゼクンテインジャー・フンダート、1859年から1869年は、16世紀及び17世紀の近代国家の発展期を集中して記述したものである。青年時代にランケは、万国史や列国史ではない歴史序実としての世界史の執筆の望みを持っていたが、万年に、 この作業に着手した。この、世界史、ベルガシシグタ、1881年から1888年は、ランケの生前は神聖ローマ皇帝、ハインリヒ4世までの記述で、死後、ランケの装甲をもとに15世紀半ばまで過失された、断片的である。また、ランケは、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世と密接な関係にあり、 復古主義に陥り、革命勢力に対しては公正とは言えなかった。世界史においても時代遅れの観点をさらけ出しており、大英帝国の覇権やアメリカ独立革命、帝政ロシアの膨張については触れていない。さらに、資本主義社会や産業革命による産業社会の発達についても扱ってはいない。とはいえ、彼の歴史像は限定されたものであったが、彼の影響は、 ドイツにとどまらず、欧米社会に波及し、近代歴史学研究法の創始者と目される。ランケは古文書学の優れた研究家であり、メッテルニヒ時代の外交政策、特に東方問題について深い見識を有していた。さらに、それから普遍し、16世紀、17世紀全般の列強の交流について研究を拡大していった。組織者としても、ワンを振るい、 1858年には、バイエルン王マクシミリアン2世のもとに、バイエルン学士院歴史学委員会を創設し、こうした委員会により、文書や書簡の保存や刊行を指導した。ベルリン大学では、演習、ゼミナール形式を重視し、資料を方法的に分析し、経験的に解釈、判断するという方法を取り、バルトホルト・ゲオルクニーブールと並んで近代歴史学の、 外言わる。上述のローマ的、ゲルマン的諸民族の歴史の付録として刊行された近世歴史化批判。1824年は厳密な資料批判を通して科学的な近代歴史学の基礎を確立した著作として、画期的な意義を持つとして今も名高い。その後継者には、プロイセン学派のヨハン・グスタフ・ドロイゼニやハインリヒ・ホントライチュ家がいる。 科学的で客観的な近代歴史学を確立したとされるランケであるが、早くも20世紀初頭には、科学的歴史学の創始者たちが自ら主張した規則に従わないことがあまりにもたく、ランケは次の世代に対して劣気としたランケ主義者だとは言えなかったと批判されていた。ランケが己の実践で言ったことは、特定の資料への偏りや、恣意的な資料の選択、 狭い範囲の資料を活用して多くの陰誘を用いた叙述であり、ランケの著作はよく言われるように、無職などではなく、陰誘だらけであった。ランケは若い頃、イギリスの歴史小説家、ウォルター・スコットの作品に感銘を受けたが、実際に資料を調べてみると、小説の内容が史実とはあまりにもかけ離れたもので、あることに衝撃を受け、厳密な資料批判による実証主義へ向かうことになった。 この点では、ランケの資料批判は、学問的に大きな飛躍だったが、実際の歴史序述の段階では、従来的手法が継承されていたわけであった。ランケの資料批判の方法は、実践面において影響が残っている一方、文献学だけにとどまらず、社会学、地理学、経済学等を取り入れたより広範な着想である20世紀の歴史学や経験主義につては、一部からは、 時代遅れで、もはや信用できないとみなされるようになった。20世紀半ばにカーブローデルの挑戦を受けるまで、ランケの歴史学は、歴史家を支配してきた。バルター・ベンヤミンは、歴史家は、過去を、ウィー・エス・エイゲンテリック・ゴベイゼン、実際に起きたままに説明するべきである、というランケの格言の遺産について、19世紀の最強麻薬に、等しいと通列に記述した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。